提督たちの反乱、提督たちの反乱、提督たちの反乱、リボルト・オブ・ザ・アド・マールズは、1940年代後半に、数名のアメリカ海軍高官が、政府の計画に対してこうに反対を示した事件。反乱の原因となった論争は、数年間にわたって続いていたが、1949年に、最高潮に達し、ジョン・エル・サリバン海軍長官の辞任やルイス・デンフェルド、 海軍作戦部長の解任につながった。1943年11月に、ジョージ・シーマーシャル将軍は、陸軍省と海軍省の戦後の統合を提案した。この提案は後に、統合論争へと、つながり、1947年に、国家安全保障法が制定される。同法によって、国家安全保障会議、ナショナルセキュリティカウンシル、NSC、 中央情報局、セントラルインテリジェンスエージェンシー、CIA、アメリカ空軍が創設された。陸軍航空軍を分離、独立させる形で新設された空軍は、戦略爆撃の重要性、特に核兵器を用いた爆撃というオプションは、将来起こりうる戦争に勝利するために必要であり、敵対国家、勢力に、真珠湾攻撃のような奇襲攻撃の結構も、 思いとどまらせることができると主張した。そのため、空軍は長距離戦略重爆撃機による変態創設を要求し、交官たちは B-36 ピースメーカーの開発に橋を発する一連のプロジェクトこそが多額の資金投入を受けるべきであると主張した。この空軍側の主張に対して、海軍交官たちは真っ向から反対した。太平洋戦争における 航空母艦による戦場の圧倒的な支配の経験から彼らは連邦議会に超大型空母スーパーキャリア支援の戦闘軍からなる大型艦隊の編成を求め手始めとして空母ユナイテッドステーツの建造に資金を投入するよう要求した海軍高官たちは戦略爆撃のみで戦争を勝つことはできなかったと無視し,し将来の戦争で 核兵器を広範囲に使用することは不道徳であると主張した。ユナイテッドステーツは当初最大重量10万ポンド、航続距離2000マイルの航空機を運用することを想定して計され、この10万ポンドという値は当時のあらゆる核兵器を搭載、運用することが可能なものであった。ユナイテッドステーツ級の当初計画案では8隻の空母が それぞれ14機の爆撃機を搭載し、1機あたり8回の飛行が可能となる燃料を搭載できるよう設計されていた。設計通りの能力が付与、発揮されれば、ユナイテッドステーツに搭載される爆撃機は再補給が必要となる前に、合計112発の核兵器を投下することが可能な計算だった。また、当時の海軍航空部門のトップであったマーク・ミッチャー、中将は、 1946年1月8日に16機から24機の航空機を搭載し、1機あたり4回から6回の飛行を行える能力を付与することを提言ている。いずれにせよ、海軍交換たちはこのユナイテッドステーツ級8隻の建造計画に向こう5年間で多額の資金を投入すべきであると主張、空軍交換たちの B-36 に関する。 主張と真っ向から対立た。初代国防長官にして、前海軍長官のジェームズ・フォレスタルは、海軍側の立場に立って、ユナイテッド・ステーツの建造を承認、支援した。しかしながら、空軍側との対立などに悩まされ、辛労が重なった。彼は、1949年3月28日に、健康上の問題、精神を病んだと言われるで辞任し、 トルーマン大統領と近く同大統領の国防費、削減、抑制を支持していたルイス・エイ・ジョンソンが公認となる。ジョンソン新国防長官は、前任者のフォレスタルとは、一転、空軍側の立場に立って、これを支援したが、彼は、軍事問題に関して何も知らないとして政府組に、嫌われた。就任から未だ1ヶ月と経たない4月23日、ジョンソンは議会に諮ることなく、 ユナイテッドステーツの建造取り消しを命じた。このジョンソンの独断に対し、サリバン海軍長官を筆頭に、多くの海軍高官が抗議の意を表し辞任した。またその数日後、ジョンソンは今度は海兵隊が有する航空アセット、航空部門の設備、要員の空軍への移管を発表したが、この計画は議会での騒動の中静かに中断された。海軍の航空母艦は、 空軍が管理、コントロールできない航空設備であったため空軍からは嫌われており、また空軍の計画担当者たちはこれからの核兵器の時代にあって航空母艦は時代遅れだと考えていた。空軍支持派だったジョンソン長官は空母調達を制限することが彼やトルーマン大統領の考える国防費の削減、抑制策にも合致すると考えたこともあり、 海軍の空母調達をできる限り制限しようと試みた。ジョンソンの独断によるユナイテッドステーツ建造中止決定という劣勢の中、海軍側ではジョンソンや空軍側の計画を批判する動きが強まっていた。アーレーバーク大佐によって引きられた研究グループアップ -23 は B-36 の性能及び運用に関する 批判的資料を集め始め、その後間もなくして、匿名の怪文書が出回った。その文書では、B-36 を10億ドルの大失敗であると批判するとともに、契約者側が不正を行っている旨球団する内容が記されており、特にジョンソン国防長官については、コンソリデーテッドバルティ社の重役として、その生産に個人的な興味を持っていたと、 癒着や汚職をも疑わせる内容が記されていた。また、死に海軍少将が発表した一連の記事によって状況はさらに悪化した。連載の最後には彼らに海軍を沈めさせるな。と非常に先導的な文章が掲載され、これを受けてジョンソン長官はギャラリー少将を不服従の罪で軍法会議にかける要求した。ギャラリーは軍法会議にかけられることは 免れたものの、その影響で中条への昇進の道を断たれ、海軍士官としてのキャリアを終えることとなった。1949年の末に、帝徳たちの反乱は一つの大きなクライマックスを迎えた。ジョンソンの独断に抗議して辞任したサリバン海軍長官の公認である海軍長官は、この騒動の責任を問う形で複数の海軍将官たちを解任し、 その中で今度は、制服組のトップである、デンフェルド海軍作戦部長が解任される事態が起きた。この、提督たちの反乱をめぐる一連の騒動については、海軍力の増強に尽力したことでも知られる、カール・ビンソン会議員が委員長を務める、ハスキが調査に乗り出し、公聴会を開いた上で、ジョンソンを、はじめ多くの当事者から、意見、証言の聴取を行った。 海軍事委員会が出した調査の最終報告書によれば一部で疑われたジョンソン国防長官やスチュアート・サイミントン空軍長官サイミントンもジョンソンと同様航空機業界の経営者出身だが航空機の調達に関連して不正を行ったり賄賂等による蓄財を行った形跡は認められなかったと結論された B-36 の性能をめぐっては ウェポンズ・システムズ・エヴァリュエーショングループ、ベセグを新設して、評価を行うこととされた。ベセグの新設により、以後新規の兵器、装備を開発、調達する際には、一つの軍種が単独で提案した、兵器、装備であっても、必ず国防総省や、統合参謀本部の主導のもと、四軍の間で、統合的に評価を行うこととされた。また、 ユナイテッドステーツ級の建造計画中止をめぐっては、大型空母は海軍の活動に必要な艦船であると結論付けられ、海軍の悲願だった大型空母、スーパーキャリアの建造は議会、お墨付きを得た格好となった。さらにこの過程で、海軍事委員会は、ジョンソンが行った、ユナイテッドステーツの建造中止決定を支持する、胸の証言を行った、陸軍参謀総長、 空軍参謀総長二人について、その見識、資質に強い疑問符を投げかけるという、極めて厳しい態度を示した。また同時に、ジョンソンの委員会や議会に事前に諮ることなく、独断で、建造中止を決定した行為に対して、国防、総省に限らず、各省庁の交換は、議会の面々のみならず自らの代表者である議員を通じて、 意思を表明するすべてのアメリカ国民に対しても義務と責任を負っている。党委員会は、公の問題についての意思決定が今回のように行われることは断じて容認できない。と述べ、強い非難の意を表した。このようにジョンソンらユナイテッドステーツを建造中止に追い込んだ側に厳しい意見が突きつけられた一方で、海軍側でもアップマイナス23の研究、 調査開始から間もなくして出回った匿名の会文について処分が下された。この会文書は海軍時間付けの文民補佐官の一人だったセドリック・ワース、セドリック・アール・ワースが作成、ルフさせたものであることが明らかになり、調査委員会はこの行為を理由にワースを解雇すべきであると勧告した。これを受けて、ワースは海軍部内におけるサモン会議を経た上で解雇された。 過去の騒動に判断、処分をつける一方で、下院軍事委員会は、今回の騒動をめぐって、浮き彫りになった、軍の統合的、一体的な管理運用についても、一定の勧告、提言を行っている。委員会は、より効果的な四軍の統合を目指す動きを強く、支持すると表明しながらも、同時に、統合を目指す動きがより、大規模かつ拙速になりすぎることがあるとも述べている。 このことは特に統合に積極的な陸軍、空軍側の動きに対してユナイテッドステーツ建造計画をめぐり対立した海軍側の抵抗を挙げ妥協の余地のないほど厳格かつ強力な統合論者が国防総省内部にはいないだろうという趣旨のことを述べているものと考えられている。最終的に海軍事委員会はデンフェルド大将を 海軍作戦部長から解任した判断は誤りだったと結論付けた。マシューズ海軍長官は戦略方針や軍の統合に関する広範な見解の不一致を理由に949年10月27日付でデンフェルド大将を解任しているが、本当は同大将が議会で行った証言の内容を受けての報復人事だったとし、 正当な議会制民主政治に対する挑戦だと、マシューズのためを不当なものだったと断じた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。